我々は木馬の目的地がジャブローであることを突き止め追跡を開始しました。ジャブローの攻略にはモビルスーツの突入可能な出入り口の確保が必要不可欠でありました。木馬の反応が消えたポイントを中心に調査を行った結果、宇宙船用のものと思われる出入り口を発見できました。サイド3が独立を宣言してから24年、宇宙に住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたことだろう。地球に救う連邦政府の愚か者どもに思い知らせてやるのだ。有料したる我らジオンの力を、ジャブロー降下作戦を発動する。我々は指揮系統を失い、混乱状態のオデッサから脱出し、キャリフォルニアベースに帰還することができた。ちょうどその頃、シャア大佐率いるマッドアングラー隊は木馬を追跡していた。木馬のジャブロー入港を見届けることに成功したシャア大佐の活躍により、ついにジャブローの位置を特定することができたのだった。11月30日、我が軍の総力を結集したジャブロー攻略作戦が始まろうとしていた。マッドアングラー隊からの報告により、敵の本拠地であるジャブローの位置が分かった。我々は全ての戦力を投入してこれを攻略することになった。任務は簡単だ。担当地区へ降下し制圧する。ただそれだけだ。この作戦が成功すれば現在のあらゆる困難な状況を打開することができるだろう。今回の作戦のため新しく2名が配属された。特別に貴様らの隊に配属した。詳しいことは少佐から聞いてくれ。地球降下以来発見することができなかったジャブローの位置が、シャア大佐率いるマッドアングラー隊の活躍で判明した。そこで各方面軍の戦力を結集しジャブローを叩く。我々も他の部隊と同様にガウから降下。すでに偵察隊により確認されている入り口の一つからジャブロー内に侵入、制圧しつつ基地内部に向かう。戦況は決して楽観できる状況でないことは皆の知っての通りだ。我々が敵の本拠地ジャブローを叩く。それが他の戦線で戦う戦友たちに力を与え、敵の戦意をくじくことになるはずだ。諸君らの活躍に期待する。なお今回の作戦からソフィー少尉とサンドラ少尉が配属になった。以上だ。この際贅沢は言っていられないが、厳しい戦いになることは間違いないでしょう。今回の作戦ですが、基地内部がどうなっているかは分からない以上、相互に連絡を取りつつ手分けしてしらみつぶしにやっていくしかないでしょう。今回の作戦にモビルスーツ50以上が参加するとか、よくもまあそれだけの戦力をかき集めたものですな。敵の本拠地だけにかなりの抵抗があるでしょうな。何、やってみせますよ。このクソ野郎どものケツにたっぷりとぶち込んでやります。俺たちはただ奥に奥に進むだけです。あとは俺たちの侵入口が敵の司令本部につながっていることを祈るだけです。この手でオデッサの借りを返してやりたいもんです。おお、お前から祈るなんて言葉を聞くとは思わなかったな。ちゃかさないでください。勝てるなら悪魔にだって祈りたい気分です。とうとうこの日が来たのですね。もっと早く基地の位置がつかめてさえいれば。でもそれは言っても仕方がないことですね。自分は自分のできることをやるだけです。大作戦ですね。ぜひ私を出撃させてください。お願いします。
基地内では支援砲撃、支援爆撃は使えません。言うまでもないことではありません。どうせ叩くなら敵施設の機能を麻痺させながら進むといいでしょう。発電施設を潰し、敵を呼び寄せることになる見張り台を破壊し、少しでも優位に立って戦うべきでしょう。ゴビでオデッサで死んでいった戦友たちの仇を討たせてください。マニング、お前がどう考えるかは勝手だが、俺は俺の仕事を片付けるだけだ。お前も自分の仕事をしっかりやる。上位に言われなくても分かっています。結構だ。今回は徹底的に破壊し制圧することが目的ですから、私が出ることになったら遠慮なく行かせてもらいます。ソフィー・フラン少尉です。地球の重力にも慣れてきましたので十分戦えると思います。よろしくお願いします。怖くないと言えば嘘になります。それでもやらなければ。軍人です。サンドラであります。よろしくお願いします。は、準備は全てできています。いつでも行けます。各チーム、状況を報告せよ。ブルーチーム異常なし。よし、前期突入を開始。突入を開始。
最深部に到達。残念ながらここは外れだったようだ。司令本部らしい施設はない。ここは宇宙戦艦の発着場の一つのようだ。宇宙戦艦が一隻ある。これが木馬か？いや、少し違うような気がする。データは確認中。データにない船ですね。木馬と同じタイプの宇宙戦艦のようです。くそ、ここまで来て。攻撃目標を変更する。宇宙戦艦および周辺施設を徹底的に破壊しろ。高い入場料を払ってここまで来たんだ。元は取らないとな。識別不能のモビルスーツが接近中。新型モビルスーツかもしれません。注意してください。何？新型か？ガンダムタイプのようです。数は一機です。やれ、全てを破壊し尽くせ。徹底的にな。了解。また会ったな。その声はあの時の。この前は仕留め損なったが今度は容赦しない。この新型で叩き潰してやる。エイガー少尉、無茶です。完全ではないのです。帰還してください。状況を考えろ。そんなこと言ってる場合じゃない。動けば自分だ。の撃破を確認しました。前期交代しろ。どうも他の部隊の戦況が思わしくない。どこの部隊も交代を始めたようだ。くそ。総力を結集して戦ったジャブローの戦いは我が軍の交代という結果で幕を閉じた。我々は敵の新型モビルスーツと宇宙戦艦に損害を与えることに成功したが、敵の中枢部分を叩くにはジャブローを落とすには少なすぎたのだ。連邦にこれほどの力があったとは。だが我々が敵の本拠地に攻撃を仕掛けたこと、損害を与えたことは各地で戦う戦友たちに勇気を与え、敵の動揺を誘うに十分だろう。ただ、失ったものも大きかった。我が軍はこの戦いで出撃した半数以上のモビルスーツと、それに乗るパイロットを失った。血のように赤いジャブローの夕日を、我々は忘れることはないだろう。
各チーム状況を報告せよ。ブルーチーム異常なし。よし、前期突入を開始。突入を開始。